んで、要は赤福村に来たわけだ。その前回言ってたさ、アイテム的なものを買えるかもしれないみたいな感じのことを言われて、まあここに戻ってきたんだけど、こいつらはまず違うよな。で、もしかしたらそのアイテムめちゃくちゃ値段高いかもしれないから、5800両稼いできたわ。まあ、これぐらいあれば買えるんじゃないかな。で、飯屋とかそういった宿屋とか、そういったお店は別に行かずに、ミニゲーム屋も関係ないかな。多分ね、ただの何もない民家だと思うんだよね、そのアイテム的なものが売ってんのは。ゲーム命も関係ないと思うから、関係ないよね。うん、このミニゲームを一回やってわしに勝てたら、お金をかけずにやるアイテムをあげようみたいなこと言うかもしんねえじゃん。なんでも九州ででっかいからが、うん、こいつ話しかけて、セリフも変わってないな。なんだっけ、その時間が半分になるアイテムだっけ。このさ、このキラキラがマックスまで溜まるまで半分ぐらいで、あ、ちょ、危ない危ない、半分ぐらいの時間で済むやつと、あとなんだっけな、これの消費5800、今これ8両使ってるんだけど、これをなんかもうちょっと安い値段で使えるみたいな、半分ぐらいの値段で使えるのかな、そういうアイテムがどっかで、あ、いや、ちょっとどっかで手に入るみたいな感じのこと言われてたんだけどさ、赤福村とお祭り村だっけ。これなんか下にさ、道ができるとか、あ、よろず屋に売ってるとか、いや、売ってないか、いや、よろず屋のさ、ほらほら、右の部分空欄になってるじゃん、だからなんかあるんじゃないかなと思ったんだけど、天下の発明王の店、ほら、よろず屋中松ですよ、天下の発明王って言ってるってことは、ここなんじゃないの。え、ない、え、ないのか。ありがとうございました、またどうぞ。いや、待て、ここのよろず屋で兜とおにぎりを買ったらあるとか、さらになんかもう一品増えるみたいな感じになるとかか。攻略とか何もヒント見ずにやってるからさ、わかんないんだよな。いや、でも多分ここのお店でしょ、天下の発明王の店、よろず屋中松って言ってるってことは、多分そうなんだよ、何かしらのフラグがまだ立ってないんだよな。また後で来るべきか、これは。一応街の中もうちょっと探索して、何もなかったら諦めてお祭り村の方に行くか。美味しそうな匂いがしてくるのよ、和食場のことを言ってんだよね、これはね。もうでも和食場潰れてしまってるよ。こっちはこれ、コリュータ、コリュータか。あ、コリュータ、はじめましてじゃないけどな、何回か前のパートでお前に話しかけたぞ。んで、とりあえずここは何もなかったから、また別のお家を探すか。あ、出口か。だったらもう一個の道って、 お伊勢参りだっけ。お伊勢参りのなんか通行料100両ぐらい払ってお伊勢参りしましょうみたいなさ、場所じゃなかった、関所的なさやつだったと思うんだけど。あ、こいつ話しかけたわ。じゃあまだなのかな、全クリしてからかな。だよな、お伊勢参りのとこしかないもんな。お伊勢参りも関係ないよね、別に。お伊勢参りの旅の方、いや、いいわ、またおいでください。これ街の中で街から離脱できんの。あ、できるんだ。んで、これで一回お祭り村行くか。お祭り村もさ、もしかしたら、あ、これ裾野川とかマッキネス郡水上基地とかっていう名前あるんだ。んで、どこだっけ、お祭り村か。お祭り村のどっか、よろず屋、こっちもよろず屋かな。全クリしてから初めてフラグが立つのか何なのか分かんないんだけど、祭り、セリフ変わらんもんな、この子も、この子っていう年齢じゃねえけどよ、このおじさんもな。セリフ変わらんし、ここもなんかコナミのキャラクターいなかった、いたよね。はい、国民的アイドル、ウィンビーです。ツインビーレインボーベルアドベンチャーもよろしくね。このゲームもね、いずれやりたいよね。コマーシャルでした。俺、コナミのゲームってさ、ゴエモンぐらいしかなんかパッと思いつかないもんな、やったことあるゲームって。こいつは、富士山のふもとででっかいからくりロボットが笑いながら敵の基地を踏みつぶしていったそうな気持ち悪いやらみたいなこと言ってるやつか。かっこ悪いやらか。で、まあ、ここの屋台、関係ないよね。
この屋台は関係ない。このお面も関係ないか。よろずや、そうや、リフト券なくなってるよね、今。え、なんか、え、何あれ、魚みたいに置いてある。祭りの期間中特別セール実施中です。これ知らないんだけど、抜け殻、抜け殻、あ、抜け殻がどうとかって言ってなかったっけ。で、リフト券が今ないんだよ。さっきさ、リセットしたじゃん。リセットってか、街から逃げたじゃん。街から逃げた時にさ、リフト券ないのに気づいた視聴者もいたと思うんだけど、まあリフト券1回きりだわ。で、多分またあの大雪山のステージでリフト動かしたいんだったら、リフト券買わないとダメなんじゃないかな。使い切りだわ、1回きりので。これで、あ、4両しか減ってなくない。ほらほら、4両しか減ってない。お、怒らせちゃったけど。そっか、これ抜け殻で半分になるのか、この金額。貯めるまでにかかる時間は多分変わってないよね。多分変わってないと思う。いや、でもいい、いい、初めてでもこういったアイテム手に入れたな。まあ、これで、まあなんだ、飛び道具使いながらやっていくかい。あー、でもどうするだったら、あ、一回ニポポもらよってよ。なんか強い、間違えた。強い武器とか、武器っていうか、強い装備品買ってからにするか。もうおにぎりとこの兜ちょっともったいないけどさ、一番いいやつ買ってくか。金ふんだんにあるしな。大いにも買えばよかったんだけど、まあいっか。一気減ってる状態でやっちゃってるんだけどさ、まあこの状態で、で抜けて、まあどうせすぐゲームオーバーになると思うしな。大入り3つぐらい買ったとしてもね、このステージ結構難しいんだよ、マッキネス超回兵器。だから BGM が仮面ライダーっぽいよな。なんか天井のカバラが剥がれててダメージ食らうと。あんま急ぎすぎていかない方がいいかもしんない。これでも攻撃であの瓦突破せなかったっけ。当たってたでしょ今。ちょっとで、あの砲台も危険で、上からミートボール飛ばしてるやつもいるから。で、ドブが流れてきて、これドブにも当たらないように注意しながら、あのドブに一緒に流されるんだよな、この汚いドブ、こっから出てるやつで。で、ここのさ、下にもなんかなかったっけ。下になんかあるよね。ちょっと待って、死んじゃうか。これあれか、あれじゃないとダメなのか。2人プレイじゃないとダメだったやつか。2人プレイでやると、片方が死んでる時に片方がなんか風船になれるみたいな技能があるんだけど、それやると下の足場みたいなところにも行くことができたような気がする。で、そこになんかもう一個あれがあったんだよ。あのコナミのキャラクターみたいな、壁にさ攻撃したらなんか浮き出てくるみたいなやつあったじゃん、ハガクレ山とか難しいステージに。それのやつが下にも、ここのステージの下にもあった気がする。で、全然もうぶっ壊してないんだけど、ここの下降りれないよね。下キー2回押したりしてもしゃがめないか。いや、でも確か道あったと思うんだよな。ダメージ食らいながら、なんとなく遠距離攻撃で。このボムもなんか高く飛ぶときと全然飛ばないときの違いがよくわからん。ほい。もう鉄じゃねえ、あれがなくなっちまった。ちょっと足は崩れてる、足が崩れてる。急ぎで、危ねえ。今ちょっと危なかった。あー、ここから強制スクロール。あ、でも短っ。強制スクロール短いな。もうよろずやで買った兜が完全になくなって、鎧も残り1しかねえわ。マッキレス城天守閣、もう大詰めだよな。ここが多分ラストステージになるのかな。ここにね、あの全部のステージのあれがあるんだよ。あー、鎧か。うおー、助けに来てくれたのですね。え、なに、お客学士。いや、別にお客でもいいだろう。大入り2つ買っとくか。もうお金が、ゲームオーバーになったらどのみち残機半額になっちゃうから、お金も買っておく。お金じゃない、残機を買っておく。なんか1234とかって書かれたステージがあるんだよね、こっから先。で、なんとなく招き猫も取って、あ、取んない方がよかったか。で、せっかくだからもう鎧も買うか。
鎧も買って、なんか鮭おにぎり、これ全然違うね。左下のあの残機02の右に書いてあるさ、おにぎりの絵とこの魚の姿がそのまま入ってる鮭にぎり、見た目全然違うな。で、なるべくいい状態にして、お金が落ちないんだよな、これにしちゃうと。いや、どうせだったら温泉とか入って残機も増やせばよかった。あ、宿屋もあるんだね。おお、待ってましたよ。何、お客さんとな、捕まっても知らないよ。今日はお泊まりですか？いや、旅日記。今、幸い HP は全回復の状態だから、宿に泊まる必要なし。で、過去のボス戦、ボスステージをオマージュした感じのエリアがこの後出てくるんだよ。それぞれ1234って書かれた扉。お、温泉あるじゃん。なんと空飛ぶ温泉。今、貸し切りで、あ、貸し切りなんだ。貸し切りだったら別に女湯入っても男湯入っても変わんないんだろうけど、やっぱ女湯入りたいよね。あ、いるじゃん、貸し切り。貸し切りのくせに普通にいるじゃん。よかった、女湯入っておいて。で、女に揉まれながら女湯に入って HP を増やして、むしろ逆になんか女湯に入っちゃったらさ、なんか HP 減りそうだよね、いろいろハッスルしちゃってさ。で、こっちは、ああ、雪姫と殿様じゃん。おお、助けが来てくれたぞ。ちょっとした気の緩みがこのありさまじゃ、全くかたじけない。私たちはもう大丈夫。でも、海地さんがまだ、この城のどこかに、早く助けてあげてください。まあ、雪姫が今回主役じゃないんだよな。完全に脇役みたいな感じだよね。あ、ほらほら、1ってあるでしょ。で、他のところが234の扉があるのかな。これはさっきのマップの下の、ん？どこだ？さっきのマップとはまたちょっと違うところか。一応全部の、あ、お前あのオカマ野郎じゃん。助けに来てくれたな、あなたの来るの待ってた。お、え、てかこいつはぐれ町もいなかった。私、ケンスケの双子の兄弟、とめきち。双子の兄弟の割に名前全然違うんだね。なんかケンスケに対してなんかケイスケとかあるじゃん。もうちょっと似たような名前にすればよかったのに。てかこのホモ兄弟双子だったんだな。完全にもうそっくりだよね、見た目。とめきち、今後ともよろしくね。おほほほ、こいつやっぱさ、今作にしか出てきてなくない？他のシリーズでとめきちだっけ？とめきちとかっていう名前のホモ野郎が出てきた記憶がないんだけれどもさ。あ、ヨエちゃん、お前も捕まってんな。なんか正座してよ、手後ろに組まされて。この城の内部を探ってきたら、不覚にも捕まっちゃったの。ここには今までの城をパワーアップさせた4つの櫓があれば、気をつけて道を選ぶのよ。4択のうち、どれを選んでも、次のなんかステージみたいなとこには行けるんだけれども、どうしようかな。あ、儲かれマッカもあんの。150両、おお、やるか。せっかくだからな。多分ここが最後の儲かれマッカのステージだと思うんだけど、じゃあ全部で3つあんのかな、儲かれマッカのステージ。まあ難しいんだろうな、やっぱ最終ステージってこともあって。ここの儲かりマッカ俺やった記憶があんまりないんだけど、さ、そこと関係あるな。でもう今回はもうあれだわ、コース覚えてないからさ、コース全然覚えてないから、もうとりあえずひたすらスピード重視で攻めていく。スピード重視で攻めていくからこそ、まあ、抜け漏れが多いよね。まあ仕方ないんだけども。いやー、でも100は超えたいな。100超えて、そこそこ稼いで、置きたい。これで一周したのかな？じゃあ、右に行ってみるか。ほうほうほう。時計もなんとなく取っておきたかったんだけど、取れなかった。これもしかしたら漢字のさ、ターみたいな、形になってるんじゃないか。なんかそんな気がするな。まあでもこういうコースってどういう風に立ち振る舞ったらいいか分かんないよね。また一周して、今度落ちるか。ほい。ある程度はさっき取ったから、ちょいちょいなんか抜け落ちてる汚れを回収していくっていう感じかな。ここは行ってないね。ここ行ってないから綺麗に。ここはちょっと丁寧にやっていくか。で、時間増やして、回って取れなかった。え、ここ俺全然拭いてないじゃん。100行きたい。
OK、101。これコンプリートすんのは無理だな、多分。ここのコースのコンプリートはきついぞ。タスみたいな動きが要求されるから。100超えたから、で、ボーラス200両を、元は取ったね。がっぽり儲かってるやんすか？またね。って言われて、とりあえず店から出るか。下がこれどこだ？うわ、外れ、外れ。しかもはめられてる。閉じ込められてるし。しかもあれなんだ、招き猫温存できるんだ。鎧がカードしてくれてるからダメージは食らってないっていう判定になって、招き猫は温存されるんだな。いやーでもこれはこれでちょっときついかな。待って、一番最初のマップの左下の部分に俺は行ってなかったと思うんだけど、そこに戻りたい。よろず屋とかがあったマップに戻りたいんだけど、ここのマップ今来てたとこだよね。儲かりマップあるから違うでしょ。左下に戻るにはこっちか。ここが多分一番最初のスタート地点のマップかな。ここがよろず屋だったらそういうことだよね。あ、よろず屋だ。ちゅうことは、そうだよね。左下にあと行くだけだよね。やっぱな、飛び道具になってさ、お金がもらえないんだよな、敵倒したとしても。敵倒して、なおかつ、その至近距離で、めっちゃ至近距離で倒した時じゃないと、その区内じゃない、まあ、区内を投げないで攻撃してる判定になんないから。いや、今のも全部あれだな、区内飛ばしてる判定。うわ、罠かよ、最悪だよ。しかもめっちゃ今ボコられてんじゃん。カオスすぎんだろこれ。どうなってんだよこれ。泣きっ面に蜂みたいな顔してよ、わめいてるけどさ。どこ行こうかな。まあオーソドックスに1の扉入った方がいいかな。あ、よかった。よし。よしよし。ようやく鎧がなくなってくれたおかげで、ちゃんとコインの回収ができるね。あ、こいつお金落としてくんないんだ。お金落としてくれるタイプの敵とお金落としてくれないタイプがいて、まあ相撲場だよね。相撲場ネオみたいな、そんな感じのコース。まあ、言うてでもそんなに難しくはないでしょ。あ、チリーンがいる。ポケモンのチリーンみたいなやつがいる。んで、爆破して、これ乗れるよね。これに乗って進む。あっぶね。いやもうどこやって行こうかな。あのなんかだるまみたいなやつが強いから、空飛んでるなんかだるまみたいな色したやからが強いから、ちょっと怖いよね。あ、消えてる。で、天井の針に注意しながら。あ、でもこれ落下しても死なないのは良心的だな。てか時間って何？リセットされた？リセットされてるよな。さっきのマップって時間、そもそも時間経過あったのかな。さっきの宿屋とかがあったマップは。ちょっと待って、あ、危ない危ない。これ大丈夫かな、ダメージ。あー、オッケーオッケー、食らわないか。このマップに入ってからもう30秒も時間経過したのか。いや、だとしてもそのさっきのマップでもっと時間経ってるはずだもんな。多分さっきのマップは時間経過がないところだったと思う。しまいみたいなやつ。あー、ちょっと これ痛い。早く戻ってきて。もう鮭おにぎりしかないから。この獅子舞みたいなやつって、五右衛門2では、ここにしか出てこなかった気がする。五右衛門3だったら、どこだったかな。五右衛門3でもこいつ、結構いろんなダンジョンで見かけた記憶があるんだけど、上に宝箱とかはないんだな。今回のネオ城。ちょっと待って、上は？やっぱ宝箱ないか。この新しく強化された方のダンジョンは特にそういうのがなくて、まあおにぎりに救われたよね今。これぞうくんを取って、ようやく中間か。あ、やっぱ時間経過ゼロだ、ここのマップ。これね、上にあるこのなんかマッキネスみたいな像がビームを出してくるマップがあったはずだ、この後。ほらほらほら。あ、でもエンコードの関係上、もしかしたらね、映ってるか映ってないか分かんない。ちょっとしたゴタゴタがあって今音止めてたわ。んで、下行って、あー、こうやばいな、もう敵が、完全に四面楚歌状態。これ右なんかあんの？あー、どうしよう、先下行くか。もうおにぎりもなんもないからな、残機失うよ、このまま行ってたら。正しい道なのかどうか、もはやわかんねえ。3の扉がある、3と4の扉があんのかな。もうちょっと探索するか。あー、二択だ。え、じゃあ何？右上の方は何があったの？ここのマップのさ、右の方にも道あったでしょ？うぅ。一
一回ちょっと死んでおくか。こっち側なんかあんの？閉じ込められる？あ、閉じ込められはしない。どこ繋がってんだ。いやー怖いな。お渡し機、お渡し機でどこまで行けるかな。全く3の4の扉も何もなくこっち側に出てきてしまったけど、あ、これもしかしてどっか繋がってる、一番最初のやつと。あー、でも繋がってない。え、どうなってんだ。え、なんでここにもこれ装甲があるんだ。あ、そっか、1の扉じゃなくて2の扉入った場合こっちに飛ばされるっていうことか。それ用の道か。なんだよ、じゃあもう何も考えずに3と4の扉の方のどっちか片方行けばよかったな。